業界を応援しようという発想があったと思うんで、その趣旨自体は大事だと思うんですよ。ただですね、今現状こう揺らいでいるんで、さっき申し上げたようにですね、そこで実際に働いている方々、経営者、大変困った状況だと思うんですね。ですからこれ年末に向けてはですね、少しやっぱり別の手立ても、地域をまあ絞るということも含めてですね、やっぱり考えていただく必要があると思いますし、あるいは先の見通しをですね持てない方々は仕事をもう変えるっていう方々もねいらっしゃると思うんですよ。ですから私はさっき申し上げたやっぱり生活保障もしながらですよ、その再就職のマッチングで職業教育、やっぱりそういったところの仕組み作りにですねやっぱり踏み出していかないと、まあ、いつまでたってもこのなかなか拉致が開かないと、そういうことではないかと思います。西村さんに伺います。 GoTo トラベル事業についてですけれども、これは全国的にですねこの事業そのものを一時停止するという考えはないのかという点と、まあ、この週末にかけてですねさらに一時停止あるいは自粛の呼びかけをする地域、これは拡大するというふうに見たらいいのか、この2点いかがでしょう。はい、今もご意見ございましたように、全く感染が広がってない地域もありますので、その地域ある県、例えば島根県と鳥取県同士で何か行き来をすること、あるいは島根県や鳥取県の中でそうした事業を使って観光を行うこと、これは大きなリスクがあるというふうには考えておりませんし、分科会の提言もですねそういった観点からまさに感染が広がっている4つの地域、北海道、これも札幌地域と旭川なんですけれども、特に札幌地域、札幌市、それと首都圏、関西圏、中部圏というこの地域について何らかの対応が必要じゃないかということで提言をいただいておりますので、それぞれの地域の知事と週末から話をしてきております。今日も協議をしたいと思っておりますけれども、どういう形でするか、地域の感染状況、それから病床の状況を最もよく知っている知事、この意向を踏まえながらですね最終的には国が判断していくとなりますので、対応協議を急ぎたいというふうに思います。これ東京と愛知についてですね、これ一時停止という措置を取るということはあるんでしょうか、西村さん。それぞれの知事と協議を進めておりますので、今日もまた午後でもですね、話をしたいと思っております。はい、はい、この感染拡大ですけれども、私たちの暮らしや雇用、ここにも大きな影響を与えています。働く人たちに景気の実感を聞く内閣府の調査では、先月の景気の現状を示す指数が 8.9 ポイント下落、緊急事態宣言が発出された4月以来7ヶ月ぶりの悪化となりました。この調査では経済の持ち直しを実感する声がある一方で、例えば北海道の観光ホテルで働く人からは、宿泊や宴会の予約取り消しが相次いでいる、札幌が GoTo トラベルの対象から外れたことで利用客の減少が一層加速している、また北陸の金融業で働く人からは、ボーナスは夏に続き冬も大幅カット、もしくは支給見送りを予定している。